そうか。そうしてくれると助かるよ。ああ、すまん。とっさにその…悪かった。とにかく余計なことは考えるな。俺は変わらずここにいる。気をつけて帰れよ。よう。おはよう。お前は朝から元気だな。明日から？何かあったか？ああ、そうか。すっかり忘れてた。ああ、そうだな。まあ、せいぜい楽しめばいいんじゃないか。明日はとうとう待ちに待った修学旅行だ。準備はできてるか。おう。よっしゃ、気合い入ってんの。んじゃ、いろいろ説明してくぞ。ワクワクしすぎて前日眠れなくて朝遅刻するなんてことがないように。そんな小学生じゃあるまいし。んじゃ、次は見学ポイントの説明だな。大体は分かってるだろうが、天体観測がメインだ。大まかな説明はこのくらいだ。よっし、水島バトンタッチ。なおちゃん、適当にも程があるぞ。急にバトンタッチされても困るんですけど。わざわざ見せ場作ってやったんだろ。期待に応えてみせろ、教育実習生。直し、完全に投げたな。本当に暑苦しい人だ。野郎たちと行く修学旅行には何ら期待していないので、簡単に説明します。そりゃないよ。担任が担任なら生徒も生徒だ。見学のポイントはしおりの通りです。とにかくしおりを読めばいいよ。僕からは以上。水島、心がこもってない。もっと声を弾ませて。弾ませてって、まったくこの人はいるだけで室温が5度は上がってる。
どうしたんだ？珍しいな。他の保険係たちはもう説明を聞いて、特に帰っていったぞ。そっか、それなら仕方ないな。始める前にベッドの布団を直してくるから、ちょっと待っててくれ。お前が来るのが遅いからシーツを変えていたんだ。いや、すぐに終わる。本当にそそっかしいやつだな。大丈夫か？悪い。ほら、シーツ変えるから少し離れてろ。おいお前ら、点呼を取るからちょっと静かにしろよ。はあ、眠い。救急箱と、あとはなんだ？面倒だ。
し、ここで授業の復習だ。秋の宵に見えやすい星座12個を答えてみろ。当たり。ペガスス座の中心にある四角形は秋の四辺形、またはペガススの四辺形とも呼ばれているな。その他は？逆三角形の星の並びをしているヤギ座。これも十二星座の一つだね。おー、いいぞいいぞ。その次は？十二星座の一つ、魚座。十二星座の一つ、お羊座。秋に見えるのか。俺はてっきり四月に見えるのかと思ってた。だよな。まだ四個しか上がってないぞ。あと八個。秋の星座の中で唯一の一等星がある南の魚座もあるぞ。一等星の名前は確か、ああ先に言うなよな。いいとこなしだな、アワタは。そうだ、大事なの忘れてた。エチオピアの王と呼ばれているケフェウス座。おお、そうそう。秋の星座たちは一つの物語でつながっていて、それがエチオピア王家の物語なんだよな。そうそう、全部つながりがあって面白いんだよね。アンドロメダ座はエチオピアの国の姫だし。アンドロメダ大星雲も有名だよな。ここまでつながりがあると星座を探すのが楽しくなるな。アンドロメダ姫を助けた王子様、ペルセウス座を忘れてた。これ大事だろ。な、言われた。それならアンドロメダ座の隣の小さな星座って地味な三角座。あとはエチオピアの国を荒らした怪物ティアマトだって言われているクジラ座もあるよね。最後は W の形に並ぶ5つの星が目立つ星座、カシオペア座だな。この星座の場所は北極星を目印に探すと探しやすいな。なあ、なんで直しが言うんだよ。そうだそうだ。なかなか出てこないから答えちゃったよ。でもちゃんと授業内容が頭に入ってるみたいで俺安心したぞ。なおちゃんの授業俺真面目に受けてるからな。これでも春樹先生の授業が分かりやすいのは認めるよ。確かにそうだな。授業を受けてても楽しいし。僕、なおちゃん先生の授業だけ寝たことない。お前ら泣かせること言うんじゃねえよ。くそ、俺はいい生徒たちに恵まれたぜ。お前らみんな大好きだ。
あれ、お前どうした？まだ起きてたのか？ん？大変って何が？あ、いやいや、違う違う。そうだ、先生たちの部屋に寄っていくか。ジュースあるぞ。おう、どうせ俺の部屋は小太郎先生と水島と一緒だからな。普段の保健室と何も変わらないだろう。よかったら来いよ。さあ、遠慮しないで入れ。おつまみも食べるか？なんだ、お前も酒盛りか？ちょうどいいところに来た。男だけでつまんなかったんだよね。君、ちょっとお酌してくれない？ほら、そんなこと生徒に頼むな、この酔っ払い。そういうこと。ほら、コップ。今、ジュースをついでやるから。じゃあ、小太郎先生も水島も、改めて、乾杯！乾杯！そうなんだよ。さっきからほとんど飲んでくれなくてさ。俺はお前と一緒でいい。俺にもジュースをくれ。君、ちょっと待って。春樹先生、コタ兄とも酒一緒に飲みたいですよね。お、そうだな。せっかくなら一緒に飲みたいよな。なんだお前ら。いきますよ。せーの。いきなり何するんだ！はい、小太郎先生、遠慮せずにさあさあ、どうぞどうぞ、ぐいっと。おい、やめろ。
無理やり飲ませるな。春樹先生、あともう少し。おう、任せとけ。コタ兄が飲んだ。よし、作戦大成功。お前ら覚えたっけよ。心配しなくても平気だよ。ほら。小太郎先生、酔っ払うといつもこうなんだよな。お前も早く寝ろよ。